白旗塚古墳は東京都足立区東以降にある古墳。円墳。1975年2月6日に東京都指定史跡に指定。古墳時代後期初頭の6世紀前半頃のものと推定されているが、詳細な考古学調査は2020年7月時点で行われていない。江戸時代後半の日光道中文献の米ー図には、高塚。 すりは地図家ともに日本は地図として示され、名称を見記載のものを含むと、合計八基の古墳が並ぶ姿が描かれている。このことより、相当数の古墳からなる移行古墳群を構成していたことが推定できる。その後、土地の開墾や都市開発などに伴って消滅が進み、1964年の土地改良事業による都市開発の過程で他の古墳はすべて取り壊され、 現存するのは、白旗塚古墳のみとなっている。毛長川流域に広がる足立区北部の遺跡群の一角を構成するものとみなされている。先玉古墳群から大宮大地を挟んだ毛長川流域には、移行遺跡、トネリ遺跡などの遺跡群があり、相互の直接的な関連は不明だが、毛長川の水運を用いた古代文化圏として、何らかの関係があったものと推定されている。 新編武蔵風土気候によれば、源義家が、欧州征伐時にこの地で白旗をなびかせて、戦ったとの逸話から、白旗塚と呼ばれるようになった。古墳が、東京都指定史跡になったことを受けて、足立区は1987年に白旗塚古墳を、含む敷地を史跡公園として整備した。公園内には、白旗塚にまつわる、新編武蔵風土気候の引用石碑。 埴輪像などが設置されている。A.B. あ田地区白旗塚古墳、日光道中文献延べ図五館のうち一、五街道その外文館伊津波見取り絵図、東京国立博物館、2016年6月12日閲覧、東京都教育庁障害学習部文化課1993、 P87 東京都教育庁障害学習部分千九1992 P83 足立区以降遺跡調査会1998 P330 新編武蔵風土気候以降村足立区土木部公園課2008 P34 足立区以降遺跡調査会足立区北部の遺跡群足立区1998年3月31日330ページ ムシット BA39204079 ありがとうございます。